ドリームチェイサーです。今回はこちら、発売されたばかりの妖怪メダルゼロラムネ2を紹介します。全12種類で、今回のラインナップは、飛来神、モノマネキン、お金ライダー、寝違える、キリン、カリパックン、エンラエンラの必殺技メダルゼロと、 USO、 爆速、ねぶた、三級入道、相撲丼の全部で12種類です。このうち USO と爆速はもうもともとパックメダルなどでゲットしているものなので、それ以外が出てほしいと思います。今回11パックゲットできましたので、2回に分けて5パック6パックと見ていきたいと思います。では今日はこちらの5パックを開けてみたいと思います。どんどんいきます。1パック目、せーの、じゃん、あれ、せーので、じゃん、じゃん、あ、早速のかぶりで USO、 いらないとラムネです。ガムよりラムネの方が好きですね。こちらのラムネです。さて、早速のがっかりメダルなんですけど、さあ次は何かな、じゃん、あ、USO 2回目、いらない、本当にいらない。3パック目、せーので、せーので、じゃん、おおー、モノマネキンの守護神のマネー、あー、ほっとした。3連続 USO はダメージがでかいです。そして4パック目いきます。せーので、じゃん、あ、寝違えるの寝違え朝シャワー必殺技メダルです。あ、でもフォロが出てこないな、フォロ。さて5パック目いきます。せーので、じゃん、あ、フォロ出ました。エンラエンラのめくれるトルネード、かわいいですね。綺麗ですね。では、今回はこちらの3つの音声を聞いていきたいと思います。では、出てきた順で、モノマネキンからいきます。おっと、召喚の構え。モノマネキン、モノマネキン、寝違える、おっと召喚の構え、ニョロロン召喚であります、そして最後エンラエンラです。おっと召喚の構え、不思議召喚であります、エンラエンラ、エンラエンラ。今回はこちらのメダル5枚で、新たなメダルはこちらの3つでしたが、次は USO 爆速なしで被らないでいってくれたら嬉しいなと思います。以上、妖怪メダルゼロラムネ2の紹介でした。